文化系トーク YouTube グランパンパースです。ニュースであったんですけれども、 LDH エグザイルさんとか三代目 JSOUL BROTHERS などが所属をする、まあ、レーベル LDH がですね、こちらの方が大型オーディションを行うっていうところで、そこが、まあ、HYBE がね一緒にやるっていう形の話があったんですよ。ただ Twitter の方でもちょっと勘違いされてる方も結構見受けられましたんですけれども、 HYBE というよりは HYBE JAPAN なんですよね。で、 HYBE JAPAN がまあ、協力をするっていう形でやるっていうことみたいです。まあそういう感じで、まあ、HYBE JAPAN はグローバルファンコミュニティプラットフォーム Weverse での展開や競争力の高いビジネスソリューションを提供することにより、アーティスト活動を全方位的に支援していくっていうふうに書いてありますが、まあ、ちょっと今の段階ではどんな感じでやるのかっていうのは分かりませんし、結局これはLDH、まあ、EXILE さんたちの方の事務所の大型オーディションという形なのかなっていう感じで、で、まあ、ガールズグループなんかも、まあ、作るっていう形のようなんですけど、そうですね、結構ね、大々的にね、募集するっていうようで、応募条件が11から25歳の男女というところで、プロアマ問わず国籍不明、募集部門はボーカル、ラップ、ダンスというところで、合格後、所属契約ができる方、特定のプロダクションやレーベルに所属している方、必ず了承を得てからご応募ください、的な話だったりということでね。まあ、つまりあれですよね。韓国でも中国でもオーディション関連が結構多いわけで、それに、まあ、日本の方でもね、まあ、EXILE さんの事務所であったりとか、あとあれだな、お肉韓国さんが挙げていたやつで、ソニーが、練習生を募集するみたいな、所属する練習生を募集するオーディションがやるみたいな動画で挙げていらっしゃいましたけれども、まあ、日本もそういう風に動いてきたんだなっていうところがまずあるんだろうなっていうところですよ。ね、まあそれはね、まあいいんですけれどもね、まあ私が言いたいところはっていうか、HYBE JAPAN ですよ。まあ LDH さんに関しては、まあ、EXILE 詳しいわけでもないですし、 LDH さんが何ていうかオーディションをするっていうのは、それはまあいいんですよ。うん、全然いいんですよ。で、あれなんですよね、HYBE JAPAN さんね、そろそろ K 君はね、 K は、タキは、ウィジュは、ニコラスはね、そろそろいい加減に情報をね、ちょっとでもいいから欲しいなっていうところですよ。HYBE JAPAN のツイッターも結局ね、久々に上がったなと思ったら、このね、LDH さんと一緒にオーディションをやるっていうことがね、まあ、ツイッターで上げられまして、信じてはいますよ。ちゃんとデビューさせてくれるとは思っていますが、だんだんこうね、日本も、ずっとね、黙ってるわけじゃないですから、結構いろいろなライバルたちどんどん出てきてて、話題がそっちにさらわれかけてますよ。例えばですけど、まあ、INI 出ましたね。ニチプ2でね、出たやつ。ね。それから、実は私が今一番追ってるのは、現段階で THE FIRST で、スカイハイさんのオーディション番組ですよ。かなりね、いいです。まあ、日本人がやっているっていうところもあるし、本当にこう、日本のね、風土に合ったオーディション番組だなっていうところがあるし、実力も申し分ないところに来ているっていうところで、そういうふうに私はね、思っているところなんですけれども、それからあれですね、ニジプロ2なんかも、発表されて、それに関してはまだね、今年じゃなくて来年ですが、ただ日本でのね、まあ、ニジプロジェクトの、その認知度というか、その影響力っていうのはやっぱりね、侮れないっていうところがありますよ。はい、そう思います、私は。で、そろそろね、ケイたちのHYBE JAPAN ボーイズの情報を、ちょっと出した方がいい加減に、そろそろ出した方が本当にいいと思いますね。結構私は気が長い方で、なんていうか、まあ待ってましたよ。待ってましたし、今でも待ってますよ。ケイ君たちの情報ね。でも、さすがにもうね、いろんなライバル出てき始めてて、注目度も結構上がってますよ。INI の、INI クラスっていうね、バラエティも結構いい感じで可愛らしくやっております。で、JO1 は、バラエティがね、結構、最近いい感じになってきているっていうのもありますよ。うん。JO1 自体もいろんなところでコラボしたりとかしてるし、いい感じです。で、まあ、そこまでいかなくても、オルビットもそうだし、オーブもそうだし、みんなね、頑張ってます、ボーイズグループね。で、先ほど言った、ザ・ファースト、スカイハイさんたちのところね、これむちゃくちゃいいですからね。うん。だから、何が言いたいかっていうと、そろそろ、出さないと話題性としてどんどんしぼんでいっちゃうよっていうことなんですよね。K ペンの方々がね、本当にツイッターとかでね、つぶやいてますし、HYBE JAPAN の方のツイッターに対しても、ね、
ハイブジャパンボーイズは、ケイたちはどこですかっていうね、そういうことをね、言っていらっしゃいますよ。で、もうだいぶ前からこれ言ってますから、そろそろいいんじゃないかなと。いい加減そろそろちょっと出した方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ハイブジャパンの方もいろいろ考えてやってるのだろうなというふうに私も思っているんですけれども、先にね、LDH の方の、オーディション合同でやるっていうか、協力してやるっていうのを、EXILE さんたちと一緒にやるっていうのを、そっち先に出すのってなんか違くないですかってちょっと思いましたというところですね。うん。まあそうですね。だからそれもあるんで、ちょっとね、ケイ君の情報、まあケイ君の情報っていうか、ケイ、タキ、ウィチュー、ニコラス、そしてそのオーディションの情報。そう、オーディションやってるはず、やってたはず。うん、追加メンバーでやってるはずっていうところはありますけど、だから、例えばですけど、全員揃わなくたって、ちょっとそのケイとかタキあたりに、今僕たちこんなことやってますっていう短い動画ね、1分ぐらいで出すぐらいでも全然いけるんじゃないかなっていう気が、私はしているんですけれどね、どうなんだろうな。まあ、この動画撮ってる時にね、実はケイ君たちの情報上がってればいいななんていうふうに思ったりはしてるけれども、多分ね、ケイペンのみんなもね、そろそろ痺れ切らし始めてるっていうか、まあ、すでに痺れ切らしちゃってる人たちもいると思うんですけど、いい加減ね、結構気が長いつもりの私もね、ちょっとこの情報出なさすぎだし、ぶっちゃけ今ね、スカイハイさんのグループの方に、だいぶ魂をそちらの方にね、興味の方がそちらの方にだいぶ惹かれてますよ。うん、正直な話。うん。いや、すごいからね、彼らね。うん。侮ってはいけませんと思います。はい。ケイ君たちがすごいのは知ってます。でも、決して、負けておりません。うん。そう思ってます。で、他にも先ほど言ったいろんなグループいますし、まあ、K-POP でいても、エンハイプンもそうだけど、エンハイプン以外の人たちもね、たくさんいると。まあ、エンハイプンが頑張ってくれて、そこに続くっていう形で考えているのかもしれないけど、エンハイプンが売れ切ってから、ハイブジャパンボーイズをやるっていうような、そういうことも考えていらっしゃるかもしれないけど、いや、エンハイプンね、だいぶもう調子いいですから、だいぶいいっすよ、エンハイプン。ぶっちゃけ、第4世代の K-POP グループの中でナンバーワンですよ。うん。だから、もう大丈夫だと思います、エンハイプンは。ぶっちゃけ。だから、もうエンハイプンも大丈夫そうなんで、そろそろね、ケイ君のね、情報というか、ハイブジャパンボーイズの情報を、いい加減そろそろ出していただければな、なんてね、そういう風にちょっとね、思ったりしてますかね。うん。っていう感じですよ。はい。なんか結構、思ったより熱く語りましたね。うん。本当に待ってますからね。いや、結構ね、本当に危機感を感じているっていうか、どんどんね、話題性が、さっきも言いましたが、どんどんね、しぼんでいく一方なんですよね。ちょっとだから、ここで、回復させるっていうか、興味回復させないといけないと思うな、私は。うん。そうしないと、本気で私、スカイハイさんのボーイズグループの方を一押しにしちゃうと思うんだけどな。うん。って思ったりしました。ね。皆さんはどうお考えでしょうか。はい。まあ、LDH さんとの合同オーディションの方は楽しみではありますんで、そっちはそっちで頑張ってもらいたいんです。ただ、やっぱね、そろそろハイブジャパンボーイズのね、情報が欲しいななんてね、思ったりしてるところだったりしますっていうね。はい。そんな感じでした。はい。はい、ケイ君待ってます。はい。では、よかったらチャンネル登録お願いいたします。では、失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。